とりあえず、うん、この前あのボートレーサーして、ね、作ったやつを、うん、マリエルがいろいろ分量を研究して、はい、ちょっと分量を直してきたのがこれ。はい、おいい香りする、ね、食べてみようか。食べましょう。いただきます。食事食べるときは帽子を取らないと本当や、うん、あこの前の時より美味しくなったね、うんうん、食べやすくなった、めっちゃ、うん、食べやすくなった、つるつる、喉越しは良くなりました、ね、違う、結局でもやっぱなんか足らんでしょ。なんかちょっとしっとう味ガッと、もう一個なんか締めたいよね、こうなんていうやろ、こう輪ゴムでギュッて締めるっていうかね、味を輪ゴム、全然分からんそれ。分からんぞ、締まってないでしょ。分からん分からん。あとこうなんか一個ピースが外れてもガチッてはまってないよ。俺はもうこれに餅を入れて、うん、はい、もちろんまた追加しようとするのそれは違うと思いますよ。チーズ入れたいぐらいですかね。あーチーズね、チーズもいいね。何のあと俺マジで何の今食べた。いや俺でも美味しいんですけど、この前お前やったやん。あ、ごめんなさい。何しよったの。失礼します。ちょっといろいろ言うの忙しくて、なんか噂では聞いとったよ。ありがとうございます。はい、ボートレースファンの友達がなんかいい言わないで。ボートレース足で食べれない味にしたんですよ。そういうことよ、そういうことよ、ミオさん、うん、途中参加でよく分からない何も思いつかないメンバー。するとここでスタッフからアドバイスしてくれるスペシャルゲストの方に来ていただいて、はい、誰が来るの。誰料理に詳しい人とかおったんじゃないか。じゃあウルさん。おお、ここで聞いてましたよ、ずっと。もう食べる時からずっと、作ってる時からいましたよ。なんとスペシャルゲストは人気お笑いトリオロバートの馬場博幸さん。馬場さんといえば YouTube チャンネルの登録者数が100万人超え、馬場ご飯が大人気。調味料も自作するほどの料理好きで有名です。いやでも聞いたんですけど、もちいいじゃないですか。もちいい。マジで。ほら、豊橋ってわかりますよね。豊橋カレーうどんはカレーうどんの下にご飯がある。あー、そう、あとうずらが入ってるんですけど、ちゃんぽんの下に餅があったらちょっと嬉しくないですか。嬉しい。宝探し的な感じ。それだったらババちゃん読んだ意味がないもん。読んだ意味がないもん、餅出てる。チーズもいいじゃないですか。いいよ、チーズもいいよ。タコさんのウインナー乗せるんだったらチーズのがいいですよ。あー、タコさんのウインナーもいい。あの、そんなメルヘンなのいらないですから。なるほど、ほんとだ、ほんとだ。ズバズバ切られるやん。そっちの方がいい。原価を考えるとですよ、タコさんウインナーよりチーズの方が安いんですよ。そりゃそうだよ、はい、ね。で、チーズ欲しい人いっぱいいるじゃないですか。多分、餅チーズ採用しましょうよ。マジで、はい、チーズ、ちょっと、でもこれ食べたら、そうですね、炒めたら、はい、アレンジをいろいろやっていきましょう。ということで、馬場さんに試食してもらうためにちゃんぽんを作ることに。じゃあ、いくよ。なんかその、自分がさもやってきたみたいな、ほんと。すごいよ。これ、マリエルがアレンジしてきたよね。テーブルもちゃんと測って、ちょうどいい感じに。さも、吉村さんが、私がやってるみたいな言い方しようか。え、何？ということで、馬場さんにはベースとなるアルバのちゃんぽんと、今回アレンジした芦屋でカレーちゃんを食べていただきました。もうめちゃくちゃ美味しそうじゃないですか、うん、これ美味しいよ。芦屋ボートのちゃんぽんってもう有名なんよ。有名なんですね。人気ナンバーワンですよ。え、それをもうアレンジしようと。それを調子乗ってアレンジしようとしようよ。いただいていいですか。はい、どうぞどうぞ。じゃあちょっと、美味しそう。うまっ。美味しいでしょ。うまい。もうこれでいいんじゃないですか、ほんと。いや、絶対ダメない。めっちゃうまい。めちゃくちゃ美味しいでしょ。うん、そうなんです。これをまたアレンジしてアレンジで手を出してしまったの、我々禁断ので、これになったわけ。それになったそれになってしまったよ。それもちょっと食べていただきたい。ちょっといいですか、いただきます。あ、カレーがやっぱ強いですね。強い、うん、全部カレーに持っていかれてますね。これでもね、ちょっと薄くしたんですよ。これちなみに何ですか。それは何か、パンで誰が言ったの、これ。コーンのかき揚げになってるかな。かき揚げ美味しいです。いしい、色味を出したかったんですよね。色味を出したかったで、それしか思いつかないんですよ。で、これが問題の
問題じゃないですよ。タコさんウインナー。タコさんウインナー。2本入れるんでしたっけ、これ。2本入れるって言ってます。1本ですね、じゃあ、せめて。はい。1本、ちょっとこう、真ん中にこうアクセントみたいな。はい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 。これ、牛ですよね。はい、牛です、牛。牛もやっぱコスト高いじゃないですか。確かに。はい。で、ちゃんぽんにももうお肉入ってますもんね。豚肉が入ってます。はい。いらないんじゃないですか、牛。いらない。いらない。確かに切れる。で、これちょっとさっき聞きましたけど、はい、トマトちゃんぽんも、あ、そう、候補はトマトちゃんぽんと、このカレーちゃんぽんやったんですよ、はい、カレーちゃんぽんに、はい、トマトの角切り乗せてもいいんですか、ちょっと嬉しかった、おー、味のアクセント、はいはい、トマト、チーズ、で、緑がないって言ってますよね、緑がブロッコリー、ブロッコリー、冷凍のブロッコリーあるんで、はい、ブロッコリーも入れられるし、はい、で、餅も入れるじゃないですか、余計なものを省いていって皆さんの意見を取り入れましょう、はい、あーなるほどね、ちょっと、はいはいはい、お餅ってのは どういうお餅ちょっと軽く素揚げしたやつを乗せるとかですね、素揚げ、素揚げ、素揚げ、へぇ、したことないか、かき揚げじゃないけどおかきみたいな感じ、はい、おかきみたいな、ちょっと薄いやつをさっと揚げて、まあとにかく分かった、ちょっとババちゃんのヒントに、うん、はい、作り直してみよう、はい、はい、よし、料理好きのババさんからさらなるアイディアが、いいですか、はい、今回あのアドバイスだけでは、はい、ちょっとなんかあの上から目線すぎてちょっと嫌だったんで、はい、僕もあのメニューちょっと考えてきたんで、え、作って皆さんにちょっと食べてもらって、嘘やろ、マジで、はい、それババアちゃんがメニュー作ったんだ、これちょっとだいぶいってお前マジで、いやいやいや全然そんな、もう、メニューにあるものをちょっとアレンジして作るので、はい、あ、食堂にある食堂のメニューを、そうです、食堂メニューから変更、はい、これはありがたいね、あちらすぎる、あちらで食べれるかもしれないってことですか、そうです、春休みをちょっと想定して、まずは馬場さんアドバイスのちゃんぽんを調理、このちゃんぽんが果たしてどのように変わるのか、どうぞどうぞ、マリエルやらない、え、私やらないとダメですか、だってもうおらんのやから、おらんのやから最初豚ですよね、そうですね、おー、はい、正解、まだ温まってないけど、大丈夫です。大丈夫だよ。ジューって言ってるよ。ちょっと落としようよ。はい、うん。とても美味しそう。やっぱこれがあるだけでね、牛肉いらないですよね。いや確かにその通り。はい、その通りやった。そんなとこ気づかへんたもん。はい。もう入れていいですか？行きましょう。おっしゃ。材料。トマトはトッピングなので、あとトマト最後、はい、女性陣3人娘の中で一番料理が上手な方、はい、ただやるっていうだけでそんな上手なわけではないんですけど、一言言っていいですか、どうぞ、お願いします、うん、いいね、いいな、胡椒振っただけでフーフー言うてもらえて、いいね、みほさんも料理できるでしょ、まちまち、ね、はい、私もできる、甘やかされてる、聞いてください、春田さんの料理はあれやろ、携帯番号こう押すだけやろ、ウーバーイーツ、ウーバーイーツの方が得意です、で、もやしと、はい、これも炒めていいですか、あのブロッコリー入れようって言ってたんですけど、絹さやがあったんで、あ、はい、もう緑が、あるから入れない、はい、なるほど、コスト、なるほど、はい、でこれにスープ入れればいいんですよね、はい、はい、よっしゃ、いきます、食べください、うわー、うわー、もうやりだしたよ、ババちゃんが、もう待たれんで、じゃあ僕ちょっと麺茹でときます、はい、お願いします、もうこれで終わりですよね、こっち、はいはい、危ない、もうこれ盛り付けるだけですよね、これそうですよね、いいですか、切ってて、もういいと、まだでも温めといていいんじゃないですか、うん、熱々の方がいいですか、熱々でいこう、なんかスープがぬるかったらなえん、そうですね、なえんってさあ、いいこと言う ね言われたくないなえん、やっぱこうぬるいとなえんって言われたんで、はい、しっかり、あー、ちゃんとしそう、ほら、ここで、ここでこうちょっと温めましょう、あ、すごい、あ、そういうこと、温めるまで、はい、水切りながら温めれるんですね、この気遣い、嬉しい、すごい、はい、はい、おー、はい、おー、あ、ちょうどできた、カレーができた、バッチリ、次が、もうあとスープ、スープから入れて、やっぱスープから入れるのが大事な、そんならしいです、なんかこれで麺をほぐしてって言われました、これはアルバムさんが言ってましたね、うん、ラーメン屋さん必ずね、こう一回麺をほぐして、麺をね、きれいにしようもんね、麺、はい、麺ほぐしお願いします、はるかちゃん、お願いします、麺ほぐし、麺ほぐし、はい、はい、雑、ほんと、まあ、まあいいでしょう、これにカレーですよね、次カレーね、カレーはなんか沈んじゃうのがどうしたらいいかなって言ってて、はい、周りからかけありますか、この真ん中だけとかね、ちょっとあー、前回じゃない方が楽しめるかも、いろいろなんかもう見栄え的にどうなんですか、上から野菜乗せたら、いやいや言うね、みんなで、動
がいいですか、カレー。じゃあ、ババさんに決めてもらいました、うん、真ん中に隠しちゃうっていうのもいいですけどね。これ、測ってある分の量ですよね。こんな入れるんだ。これ1杯。チーズも溶けないから、ここにチーズいっちゃいます。じゃあ、真ん中に。真ん中に。もうちょい、もうちょい行きましょう。もう一回。もう一回。もう一回。はい、そんな感じで、はい、これはもう時間との勝負です。隠す、はい、隠した方がいいですか。隠します。はい、シャンポンですから。チーズも溶かそう。タコを鎮座させて、真ん中、かわいい。で、はい、コーンも行きましょう。あ、なんというのパラパラと、パラパラのやつ、はい、すごい鮮やかで綺麗。これはもう何もしない普通の生のトマトです、ね、はい、生のトマトです。おー、言うねん、言うさ、上から来たぞ。何個ぐらいですか。いいと思います。完成ですか。完成です。全然違う、見た目も、はい、ね、はい、すごい。ということで、芦屋でカレちゃんが完成。続いて、よし、次はババさんが考えてきたという料理作ってもらおう。はい、よろしくお願いします。何をするんやろね。何だろう。あの、もともとカツ丼あるんですよね。カツ丼あるある、美味しい、はいはいはい、やっぱこう縁起物ですし、はい、ちょっとカツをアレンジして、はい、まあ、お子様から幅広い年齢に食べていただけるようなものを作ろうかなと。カツ丼をアレンジ、はい、あ、いいよ、いいですね、はい、じゃあこちらをですね、揚げていきます、とんかつですね。はい、とんかつ、おー、揚げている間に、おー、手際がいい、はい、はるかちゃんも身を聞こえて手さばきを、うん、わかりました。ほら、こんなできんやろ。いや、みんなできますよ、これは。いや、できない人がいるんですよ。できます。え、すごいね。やっぱすげえね。やっぱ早いよね、でもね。玉ねぎ切ります。はい、はい、で、切ったら、ちょっとバターを、ほう、フライパンに入れるバターをね。はい、バター入りました。はい、バター入りました。バターを溶かしている間に、うん、マッシュルームも切っていきます。はい、マッシュルームしながらこっちをするって、この使い方よ。そうよ、そういうことよ。で、玉ねぎ炒めたら、ここにマッシュルームも。わおー、わおー。で、ここで、お、なんだこれ、なんだこれ、これは、デミグラスソースです。デミグラスソース、はい、デミグラスソースをカツ丼に合わせるんですか。そうです。ウケるね。ウケるよ。これでも芦屋にあるらしいんですよ、デミグラスソースすでに。はいはい、多めにください。おー、わー、これ美味しいね。これは美味しいと思う。なるほど、はい、上手な人いいですね。ねえ、胃袋掴みますよ、僕は。なんやろ、なんやろね、マジで。美しい味。じゃあ、ご飯を盛ります。カツご飯を、もまだ早い気がするけどね、はい、まだカツ上がってないですけども、はい、これはそれをフライパンに入れちゃうの。違った。違う、おい、違うか、俺も思った、思った、ねえ、危かった、俺も。素敵なものなのかと思ったけど。とんかつが上がりました。わや、とんかつが上がった。メイ、わー、わー、すごい、美味しそう。ちょっと油につけてあげると、うん、あの、こう油がこう下に落ちやすいので。なに、学んだね、今もだ。ちょっとこう、本当は立てておくとね、こう、はい、衣が蒸気でこう湿気ないので、あ、カリッとしちゃう。熱いんや、すごい、はい、熱いんだ、違った、熱いんや、これ見てるよ、ちょっと横にね、置いといて、先にそっちを置く、はい、で、トマトも1個ぐらい置いて、トマト、トマトが入れる、はい、え、持つ、それ持てるんですね。持てます、持てますね。料理できる人、手のあれですよね、熱いもの触れるようになりますね。料理できるけど手熱いもんね、うん、違う、そうなんだ、確かに、確かにじゃないですよ。怒ってよ、怒ってよ。これ卵、卵、バターのさっきの、はい、いやー、もうこれとこれで美味しそう、はい、ね、ちょっとレアめに、レアめに仕上げて、はい、あー、きれい、なんかあれだね、普段普通のカツオと違うやん。閉じではないんですね、ね、うん、え、確かに閉じるわけではないって、はい、閉じないんですよ。うわー、すごい、美味しそう。断然おしゃれやもんね、うん、ちょっと洋風に、うんうんうん、ね、洋風や、もう、マジでこんななるカツ丼、ほんとに。カツ乗せてから、あれですか、はい、じゃあこちらをちょっと量はね、調整しますんで、で、これでちょっとあのカツ丼にはないサクサク感をちょっと、あ、全然かけるんじゃなくてね、残したいなという感じで、はい、こんな感じで、うわー、おいしそう。完成したババさんオリジナルのデミグラスカツ丼、それでは実食です。
よいしょ、2品完成しました。ありがとうございます。いや、すげえうまそう、これ。そうね、これね。見た目の色合いが全然違う。全然違う。本当に全然違う。かわいい、綺麗。これちょっと早速、まずママちゃんに食べてもらおう。はい。じゃあまずちゃんぽんから。チーズが溶けていい感じですね。チーズが足さったんですね、これ。はい。うん、うん、うん。いいですね、チーズの濃厚さが。いい。もちチーズも、もちカレーチーズ。うん。もち正解。もう、合わないわけないですもんね。おーい。もち採用。うん。いや、これいいんじゃないですか、トマトも。トマトもね。フレッシュで。続いて、デミカツ丼のお味は？これもう自分で作っとけね。いただきます。なかなか美味しいとは言わんやろ。自分で作ったな。うん、うん、うまい。いやいや、これもう絶対美味しいもん。絶対美味しい、うん、思った通りの。デミグラスソースあるんで、はい、レポート上に、はい、はいはいはい、でも調理の方法を変えるだけで間違いないです。そういうことも考えた上でよ。ありがたい、はい、食べたいでしょ。食べたいです、ね、はい、行こう、食べよう。いただきます。はい、いただきます。やってますか。ちゃんとちゃんぽんにカレーの味が、ね、調整してもらって、うん、ちょうど良くなってます。うんうんうん、そっちも食べて、もう一個のデミソース。あ、はい、ソースの、はい、わー、これ、あ、絶対美味しいもん。これかわいい、おしゃれなカフェで出てくるご飯。なんか洋風。もう一気に味噌汁の茶碗ですけどね。そうだよ。確かに、これはじゃあカツガツンといっちゃいます。卵もバターでやってあったからめっちゃ美味しいです。あ、そうかも、そうかも。そう、そのバターの味が。バターが効いとんやね、はい。ちょっと麺もね。はい。チーズをプラスしましたんで。うん。これぐらいよ、カレーはね。あ、うん。カロリーを。ちょっとあのね、自慢してこん。ちゃんぽんの良さも残しつつ。俺が俺がって言ってこん。うん、続いて、デミカツ丼。これ卵の炒めた、はい、この卵とこのデミグラスソース、はいはい、イタリアの風が吹いてきた。イタリアなんですか、これ。フランスだよ、フランス。デミグラスソースね、洋食なんでね、はい、半熟卵じゃないで、はい、このスクランブルエッグ的な卵やけ。半熟卵なんですけどね。そうや、半熟卵じゃない。あんたたち大会しとかないよ。あ、まず一回ちゃんぽん味を、うん、ちゃんぽんのスベロで、これから溶かすんやろ。そうですね。やだ、なんかやだよ。スープの麺が入ってないけど、こっちから出す方がおかしいやろ。美味しい、美味しいですね。マジで美味しいね。バランスが本当に最高に、なんか出来上がったと思う。うんうん、ぼんやりしとったのがね、結構固まったよね。そうですね、結構なりましたね。まとまった感じが、ね。まとまった感じ。やだー。おじいちゃん。悲鳴がずっと聞こえる頃ね。この時も。これいきます。うん、マッシュルームが乗っとるのはもう違うもんね。そうですね。わあ。うん、最高。大丈夫ですか。大丈夫ですか。これもうカツ丼じゃないよね。なんでね。全然カツ丼じゃないよ。なんで。何カツ丼じゃない。カツ丼じゃなかったら何で。何。カツ丼。カツ丼じゃない新しい食べ物ですよ。何でって言われたって困りますわ。カツ丼じゃなかったら何で。なんで追い詰めるんですか。追い詰められたもん俺さっき。ちょっとお茶で。名前決めましょう、名前。こっちはもうできてるんですよ。芦屋、うん、でボートレースという番組をやってるので、芦屋、はいはい、でカレちゃん。で、こっちです。今日作ってくれたばあちゃん。お思いついた。思いついた。なになになに、今日来たばっかりでもう思いついた。今諦めていってきた。うん、六号艇が頭に来た時のおつぐらい美味しいデミカツの。いいって、いいって言われるの。ちょっとポイント高いね。ババちゃんはババちゃんでも、レースがうまいババちゃんじゃなくて、料理がうまいババちゃんのカツ丼。投げ捨て、投げ捨て、ドンキホーテの商品じゃん。本当ね、本当や。
いや、あとね、これをガッて売るためには俺絶対ババちゃんのって入れたわ、絶対に、絶対に、絶対に、こんなもん誰が作ったって、もちろん、うん、もちろん、それはもう入れよう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、入れよう、ありがとうございます。で、ババちゃんの何かにしよう。ババちゃんのデミカチ丼、足屋限定でいいんじゃないですか。足屋限定、確かに限定って言葉に弱いんですよ、確かに、はいはい、じゃあその、あ、ババちゃんのデミカチ丼足屋バージョンにする。はい、足屋限定、足屋限定、ババちゃんのデミカチ丼かっこロバートの方だよって。そう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 、はい、ババヨシア選手って、ババヨシアさんがいるんですよ、強い選手がいるんですよ、はいはい、だけどボート上に来た人はそのババヨシアさんのかなって思って、かっこロバートのって言いましょうか、はい、そうしましょう。ということで、足屋でカレちゃんと足屋限定ババちゃんのデミカチ丼かっこロバートの方だよは3月24日金曜日と25日土曜日の2日間限定でボートレース足屋場内のフードコートアルバで販売します。さらにアシアン TV からビッグなお知らせが。3月24日25日はですね、このボートレース足屋の足屋でボートレース公開生配信が決定しておりますが、24日のゲストになんとまた再びママちゃん登場ということでございます。予想に参加します、ね、予想に、その時はね、裏券買っていただけるんですよね、はいはい、そうです、はい、そして25日のですね、公開生配信はもうババちゃんはいませんけども、この5人でやりますんで、皆さん、はい、24、25とぜひボードレース足屋に遊びに来てください、はい、よろしくお願いします、はい、ます。そしてさらなる展開が。やっと料理が完成したということで、よかったね、美味しかった、美味しかった。でも私たちだけじゃね、このね、うん、あの決めれないので、うんうん、ちょっといろんな人に試食してもらおうかなと思うんですけど、それがいいと思う、うん、私と美穂ちゃんね、うん、2人で試食してもらいに足屋さんの方に行きたいと思います、うん、でみんなにこう、うん、お墨付きをもらって、うん、でそのアルバの方とかがこれで出していいよって言われたら、はい、晴れて正式メニューに、限定メニューに採用されるみたいな感じですかね。最終 OK をもらいに行かなきゃいけないね、うんうん、はい、それじゃあ明日2人頑張ってきてね。はい、行ってきまーす。行ってきまーす。発売させていただいてもよろしいでしょうか。よろしい場合は丸。販売に向けてさらなる試練が。まずいって言っても大丈夫です。大丈夫です。無事販売決定となるのか。果たして。